しからば毎度の飲み屋殿下、これより太刀奉納の儀のため八幡宮へ赴きますゆえ、不堕落の留守と砲兵士九条殿の供応、何卒よろしくお頼み申します。ああ、うん、そっちもよろしゅうにな、陸夫。は、国家百年の繁栄を祈願してまいりましょう。そらええことやな。はばかりながらこの陸夫、信州大和の大黒柱を自ら任じてござれば、国家のためのいかなる務めであろうと怠るつもりは毛頭ございません。ああ、よう分かってる。陸夫の責心中にはよく分かってますい。恐れ入ります。されば早速これより宮殿下の御前を拝借して我が務めの一つを果たしましょうぞ。楽しからぬ死になれど是非もなし。何やって？雷長。はい、お父様。宮殿下。金子、おまさんがどうしてここに？これはどういうことや、陸夫。さよう。宮殿下は何もご存知ありますまい。この者、宮殿下のおそば近くに仕える要人でありながら、逆賊岡部の残党どもと結び、あろうことか宮殿下を謀反の企みに引き入れようとまで図っていた不貞の輩から。宮殿下には青天の霹靂でございましょう。しかしこれはすでに物証も上がり、事実を疑う余地はなし。ご心中お察し申し上げます。あら、舞殿の宮殿下、あまり驚いておられませんのね。もしかしてとっくにご存知でいらっしゃったとか。いや、たわけたことを申すな、雷長。毎度の宮殿下ともあろうお方が逆賊をそれと承知でそばへ置いておかれるはずがない。さようでございますな、宮殿下。宮殿下は無関係だ。何もご存じない。私は宮殿下に倒幕のご意思が終わりか否か探っていたが、何の成果もなくこのような始末となった。無念だが、毎度の宮殿下は風分通りのヒルアンドン、潔白であられる。さっさと私の首を。お黙りなさいな。はあ、金子。宮殿下、いかに。もしも宮殿下がこの者の本性をご存知であられたのなら、かようなものをどうしてそばへ留め置かれたのか、司祭をお尋ねせぬわけには参りません。この森氏には大和を守る責務がありまするゆえ。何もご存知なかったのなら話は簡単に進みましょうな。して、いかに。知らんえ。なんも知らんかったわ、わし。金子がそんな悪党やったなんて。人を巻き込まんといてくれんかな。心臓に悪いったらないわ。では宮殿下、この者の処分は当方に一任していただいて構いませんな。ああ、かまへん。どうとでもしてや。賜りました。雷長、連れて行け。はい。逆賊の末路は常にあのようなもの。世の正義が守られてあるは喜ばしきことにございます。
岡部の死に損ねも近々一網打尽に捕らまえ、あやつめの後を追わせましょう。どうか休んじてお待ちあれ。この陸府、宮殿下が愚劣なる大逆の企てに関わりなしと知り、心より安堵いたしました。宮殿下は物の道理をよくわきまえたお方、もとより疑ってなどおりませなんだが、どうか今後とも御身を正しく保たれますよう。わかってるよ。おかげをもちまして心置きなく奉納の儀を執り行えまする。ではこれにて。宮殿下。なんやねん。サラ宗樹の花の色は乗車必須の断りを表す。おごり高ぶる者の世も春の世の夢に等しいとでも念じて、気長に待たれるがよろしかろうと存ずる。六原は橋梁にあらず、頭の中で夢を楽しまれている分には咎め立てもいたしませぬよう。森氏は不堕落を出た。もうじきここへ着く。了解。用意はいいのか。本物の神官と入れ替わる手はずは万端整っています。実行に2分とかかりません。そうか。狙うのはやはり下宮だな。はい。大将領の手の者がすでに潜んでいるなどということは万一にもないのか。それだけが懸念だ。その点は再三確かめました。今村正が最後の確認を。大丈夫よ、御堂。下宮には誰もいない。どう見ても隠れ潜むには不都合な場所だし、間違いはないでしょう。影明。はい。どういうことだ。どういうことなのでしょうか。他人事のように言ってどうする。自分も途方もなく戸惑っているのです。ご容赦ください。そうか。何を。どうしたの？やめ、ダメだってば。くすぐったいからいたずらしないの。柔らかい。恥ずかしいこと言わないでよ。どうしてそこで両手両膝を床につくの。動揺するな、影明。無理です。そろそろ行列が若宮王子へ入る頃合いだ。準備せねば間に合うまい。はい。所長は少し離れて様子を見ておく。万一の場合に備えねばならん。それは。影明、切る切らぬの判断はお前に委ねるが、中途半端な真似だけはしてくれるな。
私の言う意味がわかるか？わかります。切ると決意したときは必ずや。頼むぞ。では私は行く。すでに警備体制が敷かれています。お気をつけて。お前こそな。こちらも始めるか？ええ。ミド、大丈夫。あなたはあなたの思うようにして。私は必ずあなたの求める剣になる。盾になって守ってみせる。だからどうして挫折するの？いや、別に。チャチャマル、こんなところでどうした？お祭り見物。そなたは唐と守護の月番であろう。もしもこの鎌倉を襲う外敵ありしとき、矢面に立って防ぐのはそなたの役目なのだぞ。おろそかにするでない。和田館へ戻れ。まあまあ、おじじ、固いこと言うな。そんなんだと便秘になるよ。ちょっと眺めてすぐ帰るからさ。しかしだな、守護番は退屈なんだよ。やることねえし、館に詰めて定時報告聞くだけだしさ。ただひたすらにそれだけだしさ。やってらんねえ。せめて本当にどっかの敵軍が攻めてきてくれりゃいいけどさ、来ねえし。ここは発想の転換で、いっそ当てが敵になるとか。いいのか、おじじ。このままだと大和史上最もくだらない理由で反乱が起きるよ。止めるなら今のうちだぞ。チャチャマル、そなたも若年とは申せ、公方職を務める身であろう。もう少し自覚を持て。おじじこそ現実を正しく見つめるべきだな。所詮チャチャマルだぞ。い一体何を期待してるんだ？ん？ほんとすぐ帰るって。わかった。まったく、別に見て面白いものでもあるまい。そりゃ当てだってそう思うんだけどね。うちのおつぼね様がお望みなんだから仕方ない。つぼね？ああ、ユーツズとかいう女か。春先に堀越で見かけた時は随分と病熱い様子であったが、鎌倉まで出てこられるならいくらか回復はしたようだな。そうでもない。だもんで立ってのお願いとなると無下にできなくてね。今日は医師同伴でお出まし。ほれ、あっちの車。あの者にはとかくの噂があるが。当ての母親なんじゃないかって。あれ、そなたの世話焼きぶりを見るとあるいは真実かと思えるな。当ての袋がどうなって今どこにいるか。他の連中はともかくとして、あんたはちゃんと知ってるだろうに。ああ、ザレ口だ。当てが憂鬱のつぼねの面倒を見るのは、まあ、あれだ、すまん。惚れた弱みとかそんなもん。どうした？いずれそなたと四郎を目合わせることも考えのうちに入れていたのだが、しかしまさかそなた妙な趣味ではあるまいな。おい、陸江大将領、大真面目な顔で何言ってる。
ああ、すまん。今のは忘れよ。ひげづら親父に同性愛疑惑をかけられたなんて頼まれても記憶に残さんわ。あてはチンチンとかちゃんと好きだ。見たことないけど。叫ぶな。好きなのか。見たことないのか。ん？なんかゲロウどもの忠誠心が急に上がってる気配？来た。え？大将領は気丈のまま乗り込んできたか。神官が静止しているようだが、引き入れられない。不敬な参拝もあったものね。ところで、あの馬つるんだな。間違いなく。しかも格が高い。鎌倉初期、いえ平安朝まで遡るかも。挑む時は覚悟した方が良さそうだ。不足のない相手ではあるでしょうね。よし、行くぞ。え、もう少し倍率のいい双眼鏡を用意するべきだったな。まあいい、大まかな様子はわかる。上宮の儀式が終わるようだ。いよいよか。気のせい。その気配が。その方らが今年の買い添えか。は。恐れながら殿下に申し上げます。これより先の立ち入りは大将領殿下ご一人のみ許されるしきたりでありますれば、お供の方々はこちらにてお待ち願いたく存じます。心得ておる。例年のことだ。さあ、お内せい。はあ。教科書を読みたくはないが。
神々は根の国に住まう、そんな神話もあるそうだ。金色の神は地の底に眠り、いつか招きの時が来たならば我らの世へ現れると、エミシどもの信仰であったかな。どう思う？は、地の底に神ありとする信仰よ。かような祭殿がわざわざ地下に建てられてあるを見れば、荒唐無稽な伝承もあながち笑い捨てにしたものではないやもしれぬ。そう思わぬか？は、御意にございます。貴様はこの社の神官ではないか。素人考えをダクダクと入れ、一言も申さずでは立場に関わろう。恐れ入ります。意見があれば言うてみよ。ではお許しを得まして。一説によりますれば、八幡神の元本は都内の神であり、したがって新しき国を求める人々の守護神という性格が存在するとか。その八幡信仰がかような形で表現されたとも考えられますかと。地下という異空間に作られた下宮は、八幡の神がもたらす新世界を象徴するもの、そういうことか。御意。さすがに本職、よく存じておるの。御前にて戦学をひけらかし、宦官の至りでございます。抜かったな。口答えめいた真似をするべきではなかった。本物の神官であれば、世がいかに水を向けようとただ縮こまるばかりで一言もなかっただろう。ご無礼。それよりも致命的な失敗は、ここへ降りるまでの歩き方、距離の取り方であろうな。神官ごときが世の切り間を把握して自然と外すなどという振る舞いをいたすはずがないわ。マイドナの宮のもとにも貴様のような武人がいたか。資格の任を受けたは忠義からか、それとも褒章に釣られたか。今さらだんまりを決め込んでも遅かろう。何かさえずってみよう。ならば陸江大将領殿下にお尋ねする。おお、資格が世に問いを投げるか。王将たる者には相手が何人であろうとも答えねばならぬ問いが一つきりある。言うがいい。あなたはいかなる王者か。この大和をいかにされる存念か、国民をいかにされる存念か、あなたはいかなる王なのか、お答えを賜りたい。あいにくであったな、刺客。世はその問いに答えを持たぬ。なんと。世はひとえに覇者。すべてを奪い、征服し、従える。それが足利森氏よ。では、あなたは、滑るだけが目的だというのか。治めることに関心はないと。皆無とは言わぬが、征服を進める手段よの。所詮
ならばあなたの目的はすでに達成されているということか。ふん、弱い事を言う。余が満足しているはずはなかろう。今のヤマトには六原の旗を仰がぬシャツバラが白昼堂々とカッポしておるではないか。心中軍、奴らを駆逐せぬ限り世の覇業はならぬ。いずれ戦端を開くと。いずれなどと気の長いことは言わぬ。すぐにもだ。これ以上世の庭で白豚どもを声太らせておくものか。海の向こうの畜舎へ送り返してくれる。勝算が立ちますまい。世は勝つ。6年前とは違う。あの時はいかにしようと勝つ目がなかった。だから強靭の道を選んだ。しかし今の六原は昔日のそれではない。今度は勝てる。国土は荒れ、民の半分は犠牲となるやもしれんが必ず勝つ。バカな。うん、民の半分、そこまでの犠牲を払っての勝利など何の意味もない。たとえ進駐軍を撤退せしめてもヤマトは自ら崩壊する。であろうの。構わぬ。何も残らぬ勝利をあえて欲すると。残るとも。世がヤマトを制覇したという事実はな。その後のことに興味はない。大勝利を、あなたはそれだけのために。さて、くだらぬ時を過ごしたな。メイドの土産をちと弾みすぎたか。まあよいわ。ついでにもう一つ栄誉をくれてやろう。ひげ切り。源氏の至宝を増票の地で汚すは心苦しいが、世の首を狙ったクソ度胸に免じて、水もたまらぬハージというものを味わわせてやるわ。悲鳴朝礼八幡大菩薩、我身器とまかりなる。御堂。その時は私を切れ。いいな。村正！そちらは恵美氏の女であったか。うまく装束で隠していたな。しかし姿を見せたところで何ができる。決まってるでしょ。その大名物ヒゲ切りの剣と太刀打ちするのよ。ちょっとミド、あちらはともかく、どうしてあなたまで。何言ってるんだこの女みたいな顔するの。すまん。お前のその格好を見ていると未だにピンとこないものが。わけのわからないこと言ってないで。さ、構えを。な、何？剣だと？貴様、武者か？鬼に王手は鬼を切る。仏に王手は仏を切る。剣の断り、ここにおり。何？